はいどうも、なおちんです。さあ、今日もゼルダの伝説をやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今ですね、鬼神装備を集めてます。残り1箇所ですね、ブーツのみです。で、ブーツは、ちょっとカンニングしました。ここにあるらしいね。朽ちた千年樹か。ここ行ってみようと思います。多分、敵いるでしょ。いないか。服の時は敵がいなかったんでね。いないかな？いや、なんか複雑。なんか複雑な場所。え？あー、なるほど。敵はいるね。ちょっと待って待って待って。キースとか鬱陶しいな。おーい。戦いに行く、ここ。あ、あっち側に行けってことか。OK。よし。とりあえず、行ってみますか、あっち側に。あ、いや、こっち側にもなんか道があるぞ。意外と中が複雑になってますね。こっち行け。うん、なんか、こういうとこにはありそうな気がする。いや、ないのか。ないか。上？いや、多分上じゃないな。あんな、さっきの奥の方か。お、お、お。いや、違う。ただ鉱石があるだけか。いや、違う。なかなか複雑な場所だ。どこにもない。どこだ？ここ行ったもんね。登ってみるこれ。でも、あ、上行けなかったよな。ここ上行ける？あ、行けるね。この上か？あれ？ない？え、違う。いや、まだ上行く？あ、まだ上がある。どうだ？あーったー。ありましたわー。わかりづら。これはわかりづらい。ここね、一番下まで落ちてから、で、木のね、牢屋みたいになってるところを、切って、で、上に3階上がってくると、ありました。いや、これはわかりづらいよ。間違いないでしょ。鬼神のブーツゲットです。いやー、わかりづらかった。はい。で、鬼神装備、しましたね。攻撃力が3段階アップしてます。そして、鬼神の装備を全部つけて、ここに行くと、これね、水浦の泉の洞窟だね。そうすると何かが起こるらしいんだけども、確かここ、1ルピーばっかりあるところよね。1ルピーばっかり。あ！そういうことか。いや、これね、入り口の人たちが犬を使わなければダメみたいに言うからさ、犬を連れてきたりとかしてたんだけども、いや、違うんかい。犬じゃない。なるほど。鬼神装備をつけてくると、ここの扉が開くのね。はいはい、そりゃ知らんわ。そりゃ知りません。あっ、あっ。ミスった。まあいいか。なんだ？鬼神の体験。いや、これもったいなくて使えないわ。本当に。いや、もったいねえわ。まあ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 、でもいいんじゃないですか？はい。ということで、
今日は鬼神装備のブーツ、そして剣をゲットしました。全部揃いましたね。ではまた違う装備を集めに行きたいと思います。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。